マイクロチップは直径2ミリ、長さ12ミリ程度の円筒形で、外側に生体適合ガラスを使用した電子標識器具です。マイクロチップには世界で唯一の15桁の数字が記録されています。この番号を専用のリーダーで読み取ります。一度体内に埋め込むと、首輪か名札のように外れて落ちたりする心配が少ない身元証明になります。安全性の高い動物の個体識別の方法として、ヨーロッパやアメリカをはじめ世界中で広く使用されています。迷子や地震などの災害、盗難や事故などによって飼い主と離れ離れになっても、マイクロチップの番号をリーダーで読み取り、データベースに登録されている飼い主の情報と照合することで、飼い主の元に戻ってくる可能性が高くなります。